7月の7日、パチンカスが最も期待する日、埼玉にやってきました。メガカスのヤーマンです。毎月恒例の寿プラス新座店さんの方にやってきております。本日の抽選番号の方が15番ということで、7月7日ということでパチンコじゃねえだろと。前回はこちらの方で筋肉マンの U−TIME のね台をね打ちまして2万発ほど出しました。今回はスロットで万枚狙いブブブでコンプリートしました。このお店でも9000枚万枚近く9800枚ぐらい出したことがあります。その中でもうブブブは卒業ということで、今回2機種目何がいいかなと皆様にアンケートを取ろうと思ったんですが、アンケート取るの忘れました。何打った方がいいかとかコメント欄に書いていただけたら、それをちょっと狙っていこうかなと思いますけど、今日はとりあえず万枚ならこの機種でしょうと。この店がねもう北斗永遠の消防隊、これがねもう強いのは分かってるんです。ただ今日は狙わせてください。7月7日に万枚出したいよサーカス。入金。さあ7月7日の実戦始まりました。前回ブブブでコンプリートを出すことができたので、次は何でメガマン万枚コンプリート狙うかといったら、もうこいつしかないだろうと。ちなみに設定6でも勝率4割という噂でございます。もう設定関係ない、引くか引かないか。7月7日頑張っていきます。応援よろしくお願いいたします。さあチャンス目、チャンス、ここでチャンス目引いた。さあこうご期待。さあチャンス目、こうご期待からいきました。ここからフリーズとかあるんじゃないのかな。ちなみになんですけど、今日7月7日高速で回せるように白手袋でやってきてます。213、8000円です。7月7日もメガカスタム引いてる。これが白手袋の力。ちょっと自分でも驚いてます。なんでリプレイ一発、これが7月7日の力なのか。白手袋やばいかも。さあ今日やるぞ。さあちなみになんですけど、からくりサーカスまだ30分も経ってないのに全台当たっております。いやチャンスね、黒ナビ、これはある、ね、さあ勝負一発目、これ大事だからね。一発目さあ何も引けてない。さあ何も引けてません。1%、ここでいけば問題ない。メガカスタムナビなしない。さあ終了、いい数字。まだある、マジか。ストック取ってる。今日の俺ちょっとなんか違うかもしれん。やばい、こぼした、追加こぼし。よーし、ありがてえ。さあこれゲーム数と重なってます。さあ2回目のチャレンジ。さあまた引きませんでした。気持ち入れていこう。テラカスタム大きい、引いてる。やっぱりテラだね。100、ありがてえ。さあお隣さん、朝一一発目、メガカスファミリー決めることができるのか。引いてる、引いてる、おめでとう。朝一一発で35分決めました。おめでとう。さあこっちも気持ちいい。でかいでかい。お前かー。俺はなし。ねえなー。正代残りハテナゲーム。よう知ってる。これ降格中のスイカから正代決めればつながる。これはいいんじゃないの。頼むテラカスタム。ダメかい。あー逃した。ただストックがあったんでまだあるかも。かもないんだよねー。ちょうだいちょうだいよ。ちょうだいちょうだい。ノーマルパターン。もう本来ならもうここでやめるべき。俺の隣が1000枚持ってるんですけど、隣にすればよかったな。いつもこうなります。2枚目やっといった。1023818投資2万1000円です。気持ち軽く叩く。オッケー消えたぜ。やれる。これで1個ゲット。ありがとう。さらにチャンスね。さあここはもらうのは確定。 40%40%40% オールリプレイありがとう。いやさすがにある。オールリプレイ4連続リプレイでした。100か。青でもちょうだい。オッケーこれがでかい。踊らずよーしチャンスね。オッケーオッケーこれはいった。大丈夫。さあ何も引けなかった。引けば問題ない。ここオッケー3枚目で正代よしオッケー。あと1個あと1個。俺ねみんなわかる。ここで決めなかったら俺今日やばいと思う。あるねあるねあるね。上がってからのスイカだから 40%。 押してるよ。でも押してるんだけど 40% 取ってた。まさかの俺もうここだと思うわ。力抜いて力抜いて。さあ何もいけなかった。レア役引くつもりでテラカスさんリップリップないけどないマジか押せんだよ。ただ引いた。まださあ2回 40% 取ったぞ。同じ過ちは繰り返さない。さあ何も引けなかった。それでも俺は引くなんて。いやナビないナビないナビないないいやもうマジふざけんなよマジで。両チェここで頼んます。いやまだ引いてる。いいか押してないないよな。どうしてこうなんのよ。頼む引かせてくれ。えなんでこれが7月の7日の地下ってことか。お願いサーカス高学習よし 100%。 聞いたぞ。さあこれもうやろうと思ってた。取ります最後これで絶対決める。ヌーベイ思い出しました。引いた 40%。 魂を込めた豚カスタム。嘘だろ 40% 取って 40%。これが豚カスタム。嬉しい。人形使いわからねえ。これが7月7日の力なのか。さあこれでギリギリ投資はまくっている状態です。枚数的には。さあここ魂の勝負入れるところ。もう満枚出すには絶対にこれ必要なんで皆様ゼロ距離で勝負させてもらいます。豚カスタムが今までで一番ねうまくいってます。いきます。ここでチャンスね。完全に来てるぞ流れ。ここで強弱ここで強弱赤文字。豚カスタム欲しいです。さっきのチャンスで準備中でも確定だったのかな。目標1000のせいありがとう豚カスタム。久々すぎて震えるぜおい。震えてます。1000欲しいです。1000欲しいです。500やめては最低保証です。なんでいつもこうなんの。 OK の続いたことが大事。満枚出します。乗ったー3桁。ありがてえ、ありがてえよ。スイカでも乗るの？300あるんですよこれ。200。チャンス目、さらに今日チェリーどうなっちゃうの、これ負けるんかいか。さらに弱チェでも乗る。お祭りお祭り、レオヤクラッシュ、ここで引く、ここでオッケー、引いてる、さらに乗ってる、さらに 40%です。いや、あるだろう、ないんかいマジで。まあ、ゲーム数から押してる。ダメだダメだ、嘘でしょ。さあ 40% が、いやこれで 100%300。ようやくよ、ようやくこれは絶対いる 100%。 最後ようやくいきました。勝てば 50% で、500枚。さあ何も引けてません。ただ通す豚カスタム、オッケー 40% 取った。リベンジ、流れでいく、力を抜いて。ダメだ、もう俺これ効力なくなってます。強制で乗らないんだが、あ、乗ってる。自分が怖い。さあ封印したままでいく。いくぞ、集中、グイッ、取ってる。3枚いきます。 50% で500枚。違和感はない。ボタンも普通だけど100枚なんかいここは取れず。さあただここでチャンス目と強チェリー引いてるんですよ。後乗せあるんじゃないの。そうだよね。さあイコール3桁、200。2個とも100役だったのかもしれません。これで3000枚突破、乗ったー、ありがてえ、ありがたすぎ。引くぞ、引いてる、弱視引いた、ここでも引いた、弱ないんか。マジか、初めて。感想です。それは取れないのはそういうことだよな。オッケーまさか7月7日やれるとは思いませんでした。嬉しい、初めてです。生まれて初めての感想。さあ生まれて初めての感想、ありがとうございます。さああとこのね、ここのあと運命をあと4回3回通せば満枚なんで、高設定ほど突破すると聞いてます。頼む。いいよ、ようやく引く気持ちでいきます。黒文字決める。ここありがとうございました。3000枚ちょっと全然足りない。まだ時間あります。そこやっとです。もうどうなってんの。毎回1000はまるんですけど、もう2200枚しかないです。いきます。完璧。今日3の3、これができれば今日勝てるから。ちょっと設定は厳しそうだよな。さあもう一回いこう。いったゲーム数から諦めない。40% 止めてる。オッケー。さらに引いてる。300 200。駆け抜けサーカス。戻せずそこ。さあ200のところでいきました。何も引けずにラストジャッジ。引けば問題ない。1回も引けず。ただここが天国なのに。さあ37ゲーム早いところ。15%、振り分け 15% 取ってた。おそらくね、もうこれがね、俺の中でラストチャンスだと思っていきます。あんまり挙動は良くはないと思ってるんで、これで決めます。何も考えない。そっちの方が引けるから。はい、もうダメでした。よし、力を抜いて行かせてくれ。最後はやっぱり豚カスタム完全に入った。ありがとう。ありがとう。ラストサーカス、駆け抜けサーカス。いた。まだ終わらないサーカス。残念だった。さあここで引いてしまった。いやここもう一度終わりに力を。はい、なんて天国なし。一旦作戦会議ということで、一旦作戦会議。運命をね通すことはできたんですよ。人生多分ね2回目だと思うんですよね。すげえ気持ちよかったです。500枚、そして完走という私らしい戦いができたんですが、あのままで続いてね、一気に満枚までもうね突破っていうような流れにはやっぱりちょっとならないと。高設定ほど突破しやすいとかいろいろあるらしいんですよね。で、僕も含めて、隣2台、メガカスファミリーが座ったんですけれども、打感がね、良くないと。お隣さんも、運命通したんですけれども、チャンスゾーンまで相当遠いし、設定差もある特別なチャンスゾーン、レア役引けばみたいなチャンスゾーンも全く来てないですし、ちょっと島的に弱いんじゃないかなということで、まあ、7月7日だったんでね、ブブブとかこういうからくり系にね入ってるんじゃないかなって、ワンチャンあるんじゃないかなというような気持ちで打ったんですけれども、ちょっと厳しいんじゃないかなと。逆に北斗とかその辺が入ってるなっていうのがね、すごい目に見えてわかるんで、とりあえず時刻が今現在3時と。昼飯も何も食ってないで3時なんで、昼飯食いに行ってね、このまま勝ち逃げなんていうのもね、なかなかメガカスらしいんですけれども、最後ね、締めのパチンコ部ってどうなのか、とりあえず今日はカラクリサーカスのまんまい狙い初日ということで、この辺にしてやろうと思います。絶対次高設定を掴んでループさせてまんまい出しますんで、ぜひ応援よろしくお願いします。ではパチンコ行ってきます。さあ、1時間勝負で何打つよ。東京製か天竜セブンか、この筋肉マンっていう手もあるけどね、あ、これもいいな。すごい悩んだ、俺すっごい悩んだよ。久々に勝負しなきゃならない時があるんじゃないかと大解放。カスタムのもう圧、そしてボタンバイブ V フラッシュ、V フラッシュ入れたら分かんない、分かっちゃうから、これでいこう。超久々に打ちます。初回4500取るビリつき、最近の7500発出る三国戦記似てんじゃないかなというので今日抑えました。やっぱりね、このギリギリ1時間で勝負するにはこういう台、もしくは望郷戦悩んだんだけど、今日はこっち行こうかなと。俺らしく最後は立ち回ろうと思います。意外に回ってるかも。応援よろしくお願いいたします。さあ、金激アツ来てる。待って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 、先読んだか。ちょっとね、ちょっと分かんなかった。これ赤、はい、金の顔出てきたんですよ。これはあるぞ、みんな奇跡起きる。もうね、全然喋んないですこいつもうクソ台、一のクソ台だけど出れば4500だからな。ほら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 、こう金金、今のやつ激アツなはず。てかもう激アツって言ってるんだから、これあるぞ、大海王や。ほらザリガニとの勝負。さあ、タイトルの色何色、星4つだけど普通熱いよ、熱いよ、ザリガニは熱いよよ、決めちまおう行くぞ。さあ、緑しかない、青がない、これがいい、これがいい、快感快感。扉が開いています。ええ、ボタンを押したら扉開いたんだけどさあ、でも赤赤、さあプレミアムであってくれ。扉が開いて、扉が開いてますが、ありがとう赤ボタン。扉が開いてボタンを押すと扉が開きますマジ ?7 月7日のパワーです。 52% 取れればメガカス大勝利、4500発プラスラッシュです。さあ、奇跡起きろ、4月7日行くぞ。こっち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 、押しろ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 、行くよみんな行くよ、カモン、はい来いよこれがぶったカスタムやばい、汁やばい、今パンカスのどこだった、飛ばなくて危ねえ、パンクしたかと思った。パンクしたかと思ってそれを回避したおかげなのかわかんないけど、すごい脳汁と冷や汗出てます。投資3万1500円。ちょっとほらパンクにそうだったから出玉少ないわ。危ねえ危ねえって、あのね弾がないことに気づきませんでした。危ねえ。あと2回さあ当たりました。40回転。さあこれで4500発、この流れでもう手止めません。気合い込めた豚カスタム。さあちょっと少ないけど、さあ頼むぜ。長い長い長い、ああ惜しい、カモン。さあここ2回は早く当たったからね。ダメねっ。なんてだ、いやまだある。ここで決めるのが俺メガカスタム。扉が開いています。なんでボタンを押すと扉開く少ないし君こそ大開放だ。ありがとうございました実践終了本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。最高ですね。完璧な立ち回りをしたんじゃないでしょうか。完全に諦めたその時、先よりも何もなく、しかもですね、私ねもう本当にバカボン嫌いのですね、パンクするって本気で思って、やべえって思ってね、ギリギリ間に合いましたね。もうねそれのおかげでなんかわかんないですけど、変な汁出ました。さらに今ボタンを押すとね台が開くという謎のシステムに見舞われましてね、まあ、多分立て付けが悪かっただけなんでしょうけど、本日の結果投資3万1500円、回収がなんと4万6400円、約1万5000円勝ち。手堅く勝ったなど、これでこのお店2連勝でございます。次はもう一回ね万枚狙い、何打ってほしいかコメント、本日もご視聴いただきありがとうございました。ちなみにこのね来店スケジュールこちら出しております。来店スケジュールの項目はこちら、ぜひまた皆様一緒に打ちましょう。今日来てくださった皆様もありがとうございました。それではまた、バイバイ。